はい、そんなわけでサウンドチェックのお時間でございます、今回はですね、ちょっと弾いたらこのギターには絶対ボックスが合うということで、ボックスのパスファインダー15という限定モデルなんですけどね、たまたま安く手に入ったものを使ってみましょう。まずは各ピックアップの音からいってみましょう。リアです。何気にサスティンが非常にありますね。次、センター行ってみましょうか。これも結構なサスティンがありまして、フロントです。何気にこれも太いですね。このピックアップはAmazon の中華製の安いやつなんですけど、何気にいいですよこれ。で、わかりますかね。結構弦と離れてるんですよ。そのせいでこう、なんだろう、エア感っていうのかな、そういうのが結構出てる感じですね。こう。結構トーンの聞きも、いいんですよね。それで、ボリュームでね、結構歪みとか、変わってくれるんで、いいですね。で、このフロントの音はね、何気に下手なチェレキャスよりもいい音しますねこれ。ちょっと歪み上げてみましょうか。なんかブライアンメっぽい感じがどっかにあるな。すると、ブライアンメっぽいな。これでどうだ。うん、これでこういう感じで、結構歪ました状態でボリューム若干絞り気味。この方がいいな。何気にね、見た目重視で作った割には非常にいい音するギターになっちゃったなこれ。これはびっくりだ。
変な失敗しちゃった。はい、そんなわけでございまして、サウンドチェックいかがでしたでしょうか。思いのほかいいギターになってしまいました。本当にあの見た目だけしか考えないで作ったんですけれども、あのフロントはね、下手なテレキャスのフロントよりもいい感じの音が出ますね。で、最初ジャーンってやった時、まあ Bm7 Sus4 ね、あのハードデイズナイトのあの音に近いコードですけど、まさにそのものって感じしませんかね。この座って弾けねえんだよなこれ。こうして、このディアで、ねえ、ハードデイズナイトのイントロもろですよねこれ。It's been a hard day's night っていう感じで、非常にいいギターになっちゃったな。どうしようかな、俺ジブリ愛好家に売りつけてやろうかと思ったんだけど、手放すのが惜しくなっちゃったなっていう感じですねこれ。うん、まあ細かいとこはね非常に雑です、見えないところは。例えばヘッドの裏なんかね、こんな状態ですよね。もうちょっと綺麗にやりようがあるんじゃないかと思うんですけど、でもまあ正面から見たのがこれですからね。うん、だからいやー、しかし本当にいいギターになっちゃったな。このピックアップね、あのアマゾンで買える中華製の安いリップスティックなんですけれども、これかなりおすすめですね。ストラトで、ほんでハードテイルにして、でこれをつけるっていう風にやると多分この音出ると思います。いいギターだなこれ。そんなわけでですね、サウンドチェックこんな感じで、ラピュタギター見事に完成でございます。ありがとうございました。